世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今私はですね、札幌のホテルからこの映像を応答して話しております。今日は函館に行き、集会を行って、そして札幌に移動したんですね。そして私はこのホテルで少し感動していることがあります。何が感動しているのかというと、このホテルはかつてよく泊まったんですが、ここ10年ほど泊まっていないホテルだったんですね。ですからそのホテルにこの泊まれるということになった時に、私は何とも言えない感動を覚えました。10年前ぐらいによく泊まっていて、10年間ぐらい泊まっていないホテルに、ここに泊まれたらいいなと、ここのそこで思っていたのことに泊まられたというのは本当に神様の恵みです。神様に感謝します。今日の聖書の箇所は使徒行伝の12章の25節。任務を果たしたバルナバとサウルはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。この箇所です。私は、クリスチャンになった後、いろいろなクリスチャンからデボーションをやるように、またデボーションをやるといいというような勧めを受けたんですね。デボーションというのは、朝起きた時に聖書を読み、祈りをし、神様と交わる時を持つという、そのことを言います。また、ある方々は、一日のうちで一番素晴らしい詩を、素晴らしい時を神様に捧げる時であるというふうにも言われます。それで私はデボーションを始めたんですね。そこで祈って一日を始めるわけですが、その時不思議なことに気がつき始めました。それはですね、聖書の箇所を通してその日必要な言葉とか神様の指示が来るのですよね。これはある有名な先生もおっしゃってたんですが、その先生の学んだ神学ではそういうことはないということだったんですが、しかしその先生曰く、ないはずなのに必要な言葉が神様によって示され、神様から語りかけを受けるんだよなとおっしゃってました。で、私もまさにそれを体験し、あと多くのクリスチャンもそれを体験しております。先週私はですね、カンボジアに行ってきたんですね。でカンボジアに行って、そして最後の夜寝ている時に、私はヨハネ君、私の息子のヨハネ君牧師と一緒に泊まっていたんですが、ヨハネ君が体調を崩してしまったんですね。そして苦しみ始め、で吐き気とか、それから腹痛とか下痢とか、そういう状況にもう1時頃からなってしまい、徹夜の状況でした。私はですね、前に、前日バーベキューをやってますので、食中毒とか食あたり の可能性はあるとは思いましたが、でそうだったら他の方もそうなってるはずですが、彼だけだったんですね。そして痛みとか苦しみ方が普通ではなかったので、これはもしかしたら、カンボジアですからちょっといろいろな病気がありますので、その病気の可能性があると思いましたし、その苦しみ方から見まして、帰る、その日に帰ることになっていたので、帰れないんではないかと、こういうふうに私は思っていたんですね。そしてですね、私の部屋でデボーションの時を持ちますから、このみんなでデボーションの時を持ったわけですね。そしてその時に読んだ聖書の箇所が、一章ずつ聖書を読んで、順番はこの使徒行伝の12章だったんです。そしてこの12章を読んでみますと、こう書いてあるんですね。マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。つまりヨハネが帰ってきたと、こうあるんです。私はですね、これを見て、神様がヨハネは今日帰れる、帰ってくると、こう語っているなと感じました。終わった後、みんなでヨハネ君のために祈ってくれ、そして病院に行ったんですが、こちらの予想とは違い、良くなってきたんですね。そしてですね、まさにこの言葉の通り、ヨハネ君はその日の夜の飛行機で無事に帰ってきた。
デボーションは素晴らしい交わりの時です。またデボーションを通して神様が語られるということを私は何回も体験してきました。どうぞ皆さんデボーションを持ってください。また大事にしていただきたいと、このように思います。どうもありがとうございました。